小樽地区駅に到着しました。これからですね、マリーナの方に向かいます。はい、今日はですね、天気は曇りですかね、曇りで結構ですね、まあ、うねりはあるようですけれども、まあ、今日はですね、ヨットに乗るわけではないので、まあ、あまり関係ないんですけれども、結構にうなりがあって、あの防波堤をですね、波が越えてきています。はい、小樽港マリーナにですね、やってまいりました。今日はですね、まあ、セーリングではなくて今冬囲い、まあ、雪囲いのですねシーズンになってきましたので、そちらの方ですね、やっていきたいなと思います。サイドステだ。おー、サイドステ、2つ目のサイドステが、まあ、結構ですね、こう見ると8割ぐらいのですね、船がですね、冬が来い、雪が来いですね、すでに終わってるような感じがします。はい、流星の方にですね、やってまいりました。もう周りの船はですね、もうほとんどなんか冬が来い、ね、が出来上がっているような感じがします。シリーズのですね、新しい資材がですね、すでに積み込まれています。流星の方にやってまいりました。今日はですね、これから冬囲い、雪囲いということで作業の方を進めていきたいと思います。はい、それではですね、これから、オーナー船長がですね、到着したようなので、冬囲いのですね、資材をですね、取りに行きます。はい、ああそうそうですね、そうですね、後ろね、後ろが、後ろがね、雪止まっちゃうから、おお、ちょっとちょっとちょっと、おお、おお、いかがでしょう。あれ、そのままでも行けんの？いるいる。あ、違うの、帰りチケットで。よし。あ、そうですね。はい、はい、まずジブの方をですね、まず畳んでいきたいと思います。ワイヤーがあるからきちっと畳めます。
これが釘が、私はですね、このロープをこのジブハリヤードとですね、スピンハリヤード、そしてメインハリヤードでですね、まあ、釣るような、はい、方式にしています。2時45分、まあ、なんとなくですね、形になったかなという感じです。2番線に列車が到着いたします。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。